皆さんこんにちは。えー、本年度からあ特がイエスの生涯という形で一年間あのやります。えー、笠井ですよろしくお願いします。えー、第一回はあイエスの誕生と今が人質祭と。 まあ、あの私のこの講座の中でもオーソドックスにですね、えー、順々にその誕生から時代を追って重要なトピックをですね挙、えー、げながらお話をしていきたいというふうに思っております。えーまあ、基本的なところでありますが家康の誕生ですね、えー、天文11年12月26日。 えー、これは今のタイガでも出てきた問題でありますが、この天文11年10月26日というのはそもそもインチキだという話があってですね、えー、これは要するに虎の年、虎の国、え虎の年、虎の日、そして午前4時というのは虎の国なわけでありましてですね、虎虎虎っていうのが家康だというふうに言われてきたわけですが、家、え、康、ー、自身がですね、 えー、実は自分は右の年であるというふうに自己認識していたということが明確にわかる文書がありまして。 これはあの正夷大将軍つまり慶長8年1603年の時にですね正夷大将軍になった時に天帝にあの一つお誓いをする国文ってやつがあるんですねつげる天帝にお誓いするお告げをする、えー、要するにあの天帝に従うということを告げるですね誓いの文書があるわけですがその誓いの文書に自分は ウの年の生まれであるというふうに自ら書いてるわけでありますからですね、これは間違いがないわけで、したがって、この虎の年、虎の国っていうのは、これは後から作り上げた、要するに、まあ、家康神話の一つだろうということになりますから、これ自身、そもそも神様ならんとなりますから、まあ、家康の誕生は1543年で間違いないだろうということになってしまいます。はい、まあ、とりあえずそこ。 で2、えー、つ目は、父は岡崎城主のですね松谷宏忠、そして母は刈谷の領主、水野忠政のお娘、お代の方。まあ、これはもうよく知られたことでありますね。でここでですね、えーまあ、後々から出てきます大きな問題で、ですねこの松谷家とはなは何ぞやという、まあ、その尊尊論があって、これがこの、 いいいすすすととでででね深く関わる問題でありまま、えー、これををお話をしていきたいと思います、まあ、前の対河の時にですね、えー、この問題は確かに触れてはいたんですがちょこちょこっと要するにそのなんていうか、ね、本編が始まる前の約5分ぐらいのいわゆるその前座がありますねそこのところでごちゃごちゃっと要するにやったんで、まあ、ほとんどの人はな何のこっちゃようわからんという風になったかと思いますので、えー、そこのところをやりますね。 まあ大河ではそれは所詮要するに、あの、勝手に作り上げたお話のうちの一つというぐらいにしか、え、対して重要性を与えてなかったわけですが、それはね、単なるお話では済まない、え、徳川家、あるいは家康を考える上でのですね、決定的に重要な問題でありますので、え、これを抜きに、徳川家、あるいは家康、ね、え、そういう問題をお抜きには考えられません。